鳥海車両基地貨物列車運転構想による高架橋大阪交番検査車両所は大阪府設置市愛川南町にある東海旅客鉄道関西支社に属する車両基地。交番検査を担当する基地で新幹線車両が配置されている。宇内略称は大綱領。大阪市業検査車両所、大阪修繕車両所、大阪台車検査車両所と合わせて 取り替え車両基地と総称される。大規模車両所であるため、シャトルバスが車両所内を巡回している。新大阪側からのみ、改装してくる車両が入線できる構造である。なお、大阪車両所の京都側には、約90メートルに及ぶ高架橋の遺行が存在するが、これは、東海道新幹線の計画当時、貨物列車の運転を計画していた名残である。 新幹線の運行を妨げない形での撤去が困難だったため定期検査や耐震化工事まで実施しながら長らく残されてきたが2013年より順次撤去工事が始まった。三木オから新幹線を意味する、三木と大阪を意味する、大阪から構成される。2021年4月1日現在の配置車用は以下の通り G1G51 内の偶数編成。 2013年8月に運行を開始した N700A である X1X80 内の偶数編成。例番台からの改造車で N700R である J1J12 内の偶数編成。ありがとうございます。